ベトナムの国技であり。え、まずこの声誰？この声誰ですか？これ俺。俺の寝起き。寝起きの声。それはベトナムの国技であり、総合武術である。一回キャップカット入っちゃって。キャップカットって何？キャップカットの広告みたいなのが消せんだけど真ん中に入れちゃって。なんで入れちゃったの？遠いな、ラピンチもなんか。位置も遠いわ。定点出しちゃうとなんか。時の後ろ足が長いすぎじゃね。前段の時の後ろ。何何今の。え？編集下手すぎる。何ですか今の。いや分からんわ。編集下手すぎる。ボミナムの動画でしょ。広めるための。そうそうそう。え？これあれしてくる。何？いやまず三番なんでしょ。おじさん。遠いんだよな位置が。前段の時の後ろ足曲がりすぎじゃねえ。どうやって人を笑かしたいんだろう。それが全然わかんない。テロップの出てき方がおじさん。ここなんか TikTok やってるやつ揃ってるじゃん。教えてあげてよ。いやもうみんなで教えるしかないの。あ、いけるんすね、あそこまで。あるある。あれどういうこと、そのそんなあるある知らねえよみたいなこと。まあでもそうそう、そういうことじゃないですか。ああ、まあそういうこと、うん、そう、ボミナム知らない人からしたらそうで、うん、ボミナム知ってる人からしたら、うん、めっちゃおもろいってなる、うん、ボミナム知ってる人が少なすぎて。一人しかね、TikTok やってるよな。ありがとうございます。でなんかさ、その編集でキャップカットってやつ。あ、はいはい、あります。キャップカットの最後に毎回ついてる広告が、はいはいはい、その、ま、間違えてその真ん中に。あ、それこんな大爆笑。え、カットの宣伝みたい。俺わかんないけどそんな面白いんだそれ。これ、これがあるある。みんな TikTok 集めてやったら大爆笑。真ん中に来るのが変なの？そうそうそう、最後に来るし消せるし。あ、そうなんだ。見たことないミスマジで。カメラ TikTok やってるっけ？これ TikTok やってる、肉まん三兄弟。あ、そうかそうか。一回バズってた。なんか二三回バズったけど、あの、なんもならない。あれだろう、なんか定点だしな。単純にかっこいいやつ見たいけどな、シンプルにボビナムの。確かに。ボビナムが何なのかの、あ、そうか、説明してたらなんか。ベトナムの国技。なんかあの時間も長かったしな。シュッて飛ばすような。キャップカット入って。それはそれ面白いらしいじゃん。キャップカット真ん中に入るのが。そこおもろいな。なんで？キャップカット前から出すぎじゃね？前段の時の後ろ足曲がりすぎじゃねみたいな。全部の字幕がずれてるな。そうなの？字幕がずれてる。それはベトナムの国技であり、総合武術である。その喋ってる最中に消えちゃうの。あ、そういうことだ。言葉と文字がずれてる。そうそうそう。オピナ、それはベトナムの国技である、総合武術である。読みづら。読みづらすぎる。読んでる最中に消えちゃうから。確かにそれはもう板橋なんすよ。それやってたらもうありえ。ブチギレ。ブチギレ。確かに見たことないな、ちゃんとした動画で言葉が消えるの。ねえ、シークさん。いや、それ、何のチャンネル。チャンネルによって開発してる。シークさん。いやいや、こいつらのチャンネル、たまに出させてもらってんだけど。はいはいはい。なんか、シリーズ化してくれて、俺上げてくれてんだけど。はいはいはい。毎回やつに、その、再生数も取れないし、はいはい、コメント数も少ないですって言われて。コメント数も少ない、悪い動画ですって。っていう、毎回言われてるんですけど。でも、シークさん、今日は安心してください。うん、今日は、実は最初いい動画をちゃんと撮ろうとしてます。だからシークさんはちょっとすぐ外します。すいません。気分が悪い。非常に気分が悪い。ちゃんと気分が悪い。自分たちのチャンネル、今日はこれは僕たちのチャンネルですね。まあ、ずっと僕たちのチャンネルです。で、こう映したちゃんと、はい、いろいろ。俺単体で撮るからよくないですね。はいはい。こういうね、メンバーを映した方が、はい、いろんな、あんまり、すいません、もうそろそろコメントは控えてもらって、すいません。悪い動画になっちゃう。悪い動画になっちゃう。喋喋ってたら、こっち回しちゃうんでカメラ、すいません。あ、すいません、失礼しました。あと腹もいるし、なんだかんだ。雑やな。おまけみたいに。あの二人セットなんだ。あそこで。おもちゃにしますから。されてんの。
前だって目合っただけでパックとか言われてる。意味が間違えたら本当間違あれはピースってしようとしたらファックって。ファックをどう間違えてる。俺がキツネだったらわかる。俺がキツネだったらフォックスとかでさ不思議だったから、ね。悪いのかな。はい。悪いのかなります。油油。いい動画の2人映しとかないと。あっこからどうやってバズらせんだろうな、ボビダム。いや、でも頑張りたいね。お前、なんかいろんな動画のプロデュースしてあげてや。今のとこ、ぶったまとボビダムをね、ぶったまさんとね。誰だっけんだよ。松下さんもやってない？あ、確かにバズってるよ、松下さんも。満腹ユナイテッドの。要するに相談してバズってるね。うん。まあ、でも俺はオーチちっちゃくしろしかないね。おー、だから松下さんはもともとね地頭がいいから、うん、確かに、うん、ちゃんと仕事できるから、あとちゃんと続けられるってのが多分でかいな。偉いから、偉いからね、あの人。芸人向いてないから。おい、誰があいつと漫才してんだよ、見てくれよ。え、こっち見ろよ、こっち。おい、なんだこいつは。誰がマザーできんだよ。こいつは。あと2番後だぞ。あ、え、すごいじゃん。2番後なの。あ、本当だ。まあ、片方も着替えてないから。確かに。文句言うな。文句言うな。帰ってきたってやけど。今誰ですか。今プール。次が米田。あ、米田か。次の次よ。いや、時間ない、めっちゃ時間ないじゃないですか。いや、そうだ。学校みたいに準備してる。もうめんどくさいよ。これだって今何時？今だって11時6分でしょ。これ2番目の後出番終わって8時にカラオケするまでずっと空き家。寝るか、お見通しすごいですね。空きが今日年末ですからね。前もアクサル、いや、これ、はい、結局中村の方が時間がかかるから。ヒゲ剃るの遅いな。セットしだして。わ、スタイリスト。スタイリストいるんだ、シュウさん。俺ヒゲ剃るからセットし始めて。決まってたんだ、もうセットすることは。セットしてあげて。わかりました。何するの、かっこいいな、これ。もうあんまりもうないっすけどね。おー、すげー、おー、すげー、すげー、それっぽい。変わって変わって。このチェンジねって。おい、ちょっとベトベトになっていくだけだから。オッケー、変わって。あー、もうベトベト。あー、もうヒゲ剃りベトベト。めっちゃいい、めっちゃいい匂いな、これ。いいね、これも無理か。合ってる、これ。ちょっと京極さんの寝癖も直さないと。京極の方で。これ俺の京極さん寝癖。これマジで、そうそう。ちょっと待って、俺ヤバいってことどっちに。ここで止めんなって、マイム。大丈夫これ。おい。これでじゃまずいって。いろいろやんなきゃいけないから。懐かしいの。俺ちょっともう水でなんとか。水でなんとか。ヒゲ剃れってまず。ヒゲヒゲ。合ってるこれ。ちょっとこれいい動画、ちょっとこれいい動画だな。ちょっと一回プラマイゼロしてると。おい、誰がマイナス軍団。よし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 。いい動画になり、面白そうになりすぎてるから。やばって、俺らも出番じゃん。行こう。